原氏の相葉雅紀がキャプテンを務めるバラエティ番組 VS 魂グラデーションフジテレビ系が9月14日に放送され相葉と副キャプテンである風間俊介の千葉二人旅とこれまでに放送された番組名場面をオンエアした次回が最終回の同番組今回は相葉と風間が千葉県を訪れ最終回のロケハンを兼ねてドライブすることに ドライブといえば、8月3日放送会でも相葉は岸優太を乗せてサンフランシスコで真っ赤なオープンカーを運転していたため、相葉は、全然いいんだよ、運転するの灰い,いいんだけど、この番組、俺、エースドライバーなの。と口にしていた。一方、ドライブが始まると思い出話に、相葉が、風間ポンなんてさ、出身は、ほぼ千葉、の東京じゃん。 と指摘し、千葉の方が思い出あるんじゃないの。と聞くと、風間は、千葉の思い出と言ったら相葉ちゃんと遊ぶときのみよ、と苦笑い。相葉が、東京ぶってるんじゃないよ、と突っ込みを入れると、風間は、東京ぶってるわけじゃない。うちらには錦糸町という無敵の遊ぶ場所があったからさ、と反論。その後、お腹の空いた二人はラーメン店へ。店でも風間が、 ラーメンよく食べに行ったよね、と振り返ると、相葉も、行ったねー、お茶の水ね。俺が17、歳、でデビューだから、15、16、歳、とかじゃない。と懐かしいんだ。さらに相葉は、あの頃から考えたらさ、一緒に番組をやるのも考えられなかったし、後輩くんたちの面倒を見る立場になるっていうのも感慨深い、としみじみ。 魂メンバーの騎士は番組ですっかり大食いキャラが定着したが、風間も騎士食いが思い出に残っているとコメント。また相場によると、騎士は大食い企画の前は食事を抜いているそうで、食べ終えた後も結構やばいっす、ととろすることもあったそう。人知れず努力する騎士の姿に相場は、あいつは本当に偉いと思うんだよ、あれでやりきったもんな、と感心していた。 セクシーゾーン、佐藤勝利について風間は、面白い、ポンと言った後にポンって帰ってくる言葉にセンスが光る、とトーク力を評価。相葉は、ずっと言ってるけどね、可愛い顔がね、ととにかくビジュアルを褒めていた。ジャニーズジュニアうちユニット美少年、浮所日高に関しては、すごい最初は悩んでたよね。自分のコーナー欲しいって、クイズやりたい、ってやったけど、 足つぼのリアクション芸になっちゃって、と、冠コーナーをもらいながらもうまくハンドリングできず悩んでいたことを相葉が暴露。しかし、番組終盤になり釣りコーナーを任されると、どんどん魚を釣るようになり、風間は、持ってるんだよね、と振り返っていた。また、ジャニーズウエスト、藤井流星と相葉は同番組が始まる前からよく食事に行く仲だったといい、相葉は、彼は本当にしっかりしている。 と絶賛。いじられキャラを演じることもよくあるが、風間は余裕があるよね、と話していたのだった。この日の放送にネット上の視聴者からは、相葉くん風間くんの魂メンバーへの愛にうるっときた、みんなずっと仲良しでいてね、大変な時期を乗り越えて、それぞれのキャラも確立させてとても楽しかった、などの声が集まっていた。